記者である主人公が12年前に恋人を亡くしてるんですけども、それが事故死ではなくって、実は犯人がいたんじゃないかっていうような噂が立って、で12年経った今もう一回故郷に戻って調べ直すっていう話です。きっかけはもともと全然別の映画を普通に見てて、その映画普通に B 級映画なんですけど、僕ものすごい深読みしながら見て、うわこれすごいなって思ってたら、なんか時間軸がものすごいバラバラになってるんだなって思いながら見てたら、全然普通だったんですね。本当に普通に時間軸のまんま流れてる映画で、あなんだあれでもこれ時間軸がバラバラなのに普通に見える映画を作ったら面白いんじゃないかって思って、で、そういう構成の話を作ろうと思いました。そのきっかけがあって、時間軸がずれてたっていうことに最後の方で気づける映画があったら面白いんじゃないかなって思って、そういう、プロットを書いたんですけど、あとはそれと同時に、なんかこう「傀儡」っていうそもそものタイトルも、もちろん主人公であったりとかその他の登場人物がその何かの操り人形かのように動いてるっていうのもそうなんですけど、それを見てなんかこう映画っていうものに騙されてく観客の人たちも、なんかこう「傀儡」っていう意味が当てはまれば、なんかこうスクリーンの中と外でなんかこう同時進行で傀儡がこう誕生していくような感じができていければいいなと思って、でそういうちょっと混乱させるようなプロットを作りました。舞台はほとんど長崎で撮ったんですけど、長崎で撮影を、今回が初めてじゃなくって、実は前に別の企画で 撮影した時に地元の方と仲良くなって、ですごいいいとこだなと思って今回撮影の舞台に選んだんですけど、なんで長崎かってことで、もともと東京で動いてるんですね、主人公が。で長崎っていうちょっとある程度の距離感を持たせたくって、でなおかつこうどん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 鬱屈していくような環境に主人公を閉じ込めたくって、で山に囲まれた村での撮影をやろうかなっていうのが一つありました。でやっぱり絵もすごい迫力あって綺麗ですし、そういなのにこうどんどん自分の殻にこもっていくような環境を作りたくって、でロケ地を選びました。全部っちゃ全部なんですけど、そもそもこれを作ったきっかけが、全然違う映画を見た時のなんかプロットの勘違いと、あともう一つ僕自身が思ってる、なんか人間って本当に何かしらの操り人形だなって思ってるんですね。そもそも宗教の違いとかで戦争が起きたりするじゃないですか。でもそんな考え方の違いなんて当たり前にあるのに、それで人の命を殺めることまでできるって、やっぱ何かしらにこう強烈に操られてないとできない行動だと思ってるんですね。でなんかそういうことからしたら、今こういうふうにインタビュー受けて僕はちょっと緊張してるのも、なんか無意識のうちにこういう見られてると緊張するもんだみたいな常識みたいなのが多分どっかで刷り込まれてるもんだと思うんですね。でそれがなんかこう始まると、なんかどっからが本当の自分の感覚で、どこまでが他人の感覚なのか。じゃあなんかこう今食べてるものが美味しいとかも、いやでも全然普通に虫とか食べる国の人もいるしなっていうのもあるし、なんでなんかこう見どころというか、テーマにもつながるんですけど、なんか本当にどこまでがこれ現実で、どこまでが主人公の見てしまってる幻想なんだろうっていうところを、ちょっとこう気遣いながら見ていただけたらありがたいなと思います。傀儡っていう作品はすごいとっつきにくい作品だと思うんですよ。で見終わった後も本当になんかこうすっきりしないような感情を抱える方がいろいろいらっしゃるとは思うんですけども、映画は娯楽であると同時に考えるものでもあると思ってるんで、分からないなら分からないで全然構わないので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。